全国模試1位の超絶天才頭脳を持つ、イケメンモテモテ粉バナナ系ラスボスの矢神ライトは、悪人のいない新世界を作るべく、犯罪者をデスノートで裁き、キラと呼ばれるまでに至りましたが、ふざけること多めの名探偵、エルが立ちふさがりました。二人はついに直接接触し、いろいろあって共にキラ操作しようという話が出るまでになったある日、突如第二のキラがテレビに登場し、いろいろ大暴れ。そして、キラと会いたい第二のキラは、デスノートを持った者にしか知り得ない情報を、テレビで放送させようとしていたことが発覚。これを知ったライトくんの心の中は穏やかではなく、バカかこいつ、ダメだこいつ、早くなんとかしないと、と焦りを見せていました。この時の、ダメだこいつ、早くなんとかしないとは、ネットでは比較的有名で、言葉自体は知っているという人は少なくないかもしれませんが。こいつたる第二のキラが一体どれだけダメだったのか、結局なんとかできたのかできなかったのか、状況がどう変わったのかなど、詳細について知っている人は少ないと思われます。そこで今回は、ダメだこいつ、早くなんとかしないとについて解説、考察していきます。エルがライトくんに接触して急接近してからしばらくのこと、キラを名乗る人物が、さくらテレビという迷惑系テレビ局に、全世界へのメッセージを載せたビデオテープを放映するよう依頼し、さくらテレビはそれを放映、その内容は世間に自分がキラだと証明するための、アンチキラ派キャスター、コメンテーターの予告殺人。自分と警察とで力を合わせて、悪のない世界を作るかどうか決めてくれとの相談の二つ。この放送を止めようと桜テレビに向かった警察が死亡するも、ライトくんの父親である警察の矢上総一郎が護送車で局に突撃し、4個のビデオテープとメッセージを回収しました。各テープの内容は次の通り。1、桜テレビに自分がキラと証明するための予告殺人。2、今しがた放映された、アンチキラ殺害と警察が自分と協力するかどうかの相談。3、協力する場合放映する、L に世間への顔出しを求めたテープ。4、協力しない場合放映する、警察庁長官か L を殺すのでどっちか決めろと要求したテープ。結局こちらが流れることになりました。これに対し L は、これまでのキラではない第二のキラの仕業と予想して、キラのふりをしてテレビでメッセージを送り、第二のキラを止める策を取ることに決めました。先日大騒ぎしたものは偽キラで、自分が真のキラであるとテレビで主張し、L や警察の殺害をやめるよう誘導。第二のキラはこれに反応して、ビデオテープを投函し、L 側はこれを押収。そこにはキラに従い L や警察の殺害はやめる、キラに会いたいから何か方法を考えてほしいという相談。デスノートを触った者だけが認知できる死神や、死神と契約した者だけが得ることができる、死神の目の存在の示唆などがあり、ノート所有者にしかわからない情報を暴露する第二のキラにライトくんは、ダメだこいつ、早くなんとかしないとと焦りを抱き、ついでにエルは椅子から転げ落ちたというのが、大まかな経緯です。その後、ライトくんがなんとかする間もなく、第二のキラはキラに会うために、日記風のメッセージをさくらテレビに投函。日記の30日の欄に、東京ドームの巨人戦にて死神を確認するとあり、一見すると30日に東京ドームにいるので、その日に会いに来てほしいというメッセージのように思えるが、そっちはおとりで、22日の欄の青山でノートを見せ合うという、キラにしか伝わらないメッセージを本命とする策を繰り出しました。ここからは、第二のキラによる勝手な行動がどれだけライトくんにとってダメだったのか解説していきます。1、キラのイメージダウン。まず、アンチキラ派のアナウンサー、コメンテーターや、放送中に駆けつけた警察を殺したこと、協力しなければ警察かLを殺すという脅迫など、世の中の反感をこれでもかというくらいかい。キラの社会的評判を地に叩き落としたのがダメでした。
ライト君は恐怖による独裁は避け、罪のない者の犠牲は極力出さないやり方で、いつか正義と認められることを目標としていたので、世間のイメージを損なうのは最悪だったと言えます。もっとも、これについてはエルたちがキラのふりをして殺しをやめるようテレビにメッセージを流す際、先日警察らを殺したのはキラではないことを説明したので、多少イメージを回復できたものと思われます。2、エルの殺しを中止する。警察かエルのどちらかを殺すかの件で、せっかくエルを殺す方に傾いていたのに、エルたちがキラのふりをして殺しをやめるよう仕向けたメッセージに引っかかり、殺しを中止してしまいました。3、顔を見ただけで殺せることがバレる。今までライト君が裁いていたもののデータから、エルはキラが殺せるのは顔と名前がわかるものだけと推理していました。実際ライト君はそうでしたが、死神がついているデスノート所有者は、寿命を半分捧げることで顔を見れば名前がわかる死神の目を得ることが可能で、第二のキラの正体にしてヒロインにして、後にライト君の恋人兼手下となるミサは契約をしており、顔がわかれば殺すことができていて、偶然駆けつけた警察を殺したことなどからそれがエルにバレてしまい、顔を出さないよう警戒を強くされてしまいました。3、死神、死神の目の存在の示唆。ライト君が早くなんとかしないとと感じるきっかけになったこれも、もちろんまずいですね。4、キラを見つけたと報告。ライト君は第二のキラの正体を探るため、日記のメッセージに従い、22日青山に行ったのですが、ライト君が知らなかった死神の目のキラ識別能力によって、ミサにキラだとバレてしまいました。そしてミサは翌日にキラを見つけましたと桜テレビに報告。それすなわち、22日青山にキラがいたというようなものであり、もともと強かったライト君への疑いがさらに強くなってしまい、もはや決定的と言えるほどになってしまいました。なぜ、わざわざそんなことを報告したのだろうか、謎である。ちなみに、もしミサがキラに代わり世界征服を企む輩で、バカのふりをしてキラを焦らせ、警察に捕まる前になんとかしないとダメだと思わせつつ、会いたいという名目でキラをおびき出し、殺そうとしていた場合、見つかった時点でライト君は殺され、せっかく面白くなってきたところで打ち切りとなって、大炎上していたことでしょう。5、やたら会いに来る。いろいろあってキラに一目惚れしたミサは、やたらライト君に会いに来ましたが、これもライト君としてはかなりまずかったと言えます。22日青山の件の時点で、第二のキラがキラに会いたかったこと、見つけたことを明かしており、第二のキラは見つけたキラに会いに来るかもとエルは読み、もっともキラの疑いが強いライト君の行動を見張るよう、警察の切り札的存在であるモギさんに依頼。これにより、ライト君に会いに来てしまったミサはエルにマークされ、早くも第二のキラ容疑者となってしまいました。すごい、コナミ感。6、物的証拠を取られる。ミサはビデオを送るにあたって、友達を犠牲に指紋の対策をしていましたが、他の対策が非常にずさんで、次々と物的証拠を取られてしまい、ついにミサがビデオを送ったとほぼ確定するまでに至って捕まり、ライト君にこの上ない迷惑をかけてしまうのでした。ここからは、ダメだこいつ、早くなんとかしないとに関する考察を軽めに2つしていきたいと思います。1つ目、エルがテレビ出演したとして、ミサはどうするつもりだったのかについて。ミサは桜テレビに送ったビデオにて、警察が自分と協力しない場合、エルか長官のどちらかを殺すとし、エルの場合顔がわからないので、顔出しでスピーチをしてもらい本物かどうか判断すると言っていましたが、エルについて何もわからないミサが、スピーチごときで判断できるのかは疑問ですよね。この点をミサは一体どう考えてたんでしょうか。何も考えてなかったのか。とりあえず顔をさらさせ、後日テレビで名前を公開し、キラに殺すかどうかの判断を託すつもりだったのか。スピーチを聞けばわかるだろうという、謎の自信があったのか。ふざけていたのか。
といった具合に、いろいろな候補があるわけですが、一番可能性が高そうだなと思われるのは、素直に出てきた奴を殺すつもりだった説です。L ではなく警察庁長官を差し出すという選択肢を与えたことから、L 殺害に本気だったわけではないことはほぼ確定しているのに加え、偽物とわかれば世界の警察幹部を何人か犠牲にすると脅していたので、まさか影武者が出てくるはずはないだろうと、ミサなら単純にそう考えそうなものです。ただし、もし仮に世間の持つ L のイメージからかけ離れた見た目の、本物の L が出てきた場合、何も知らないミサからしたらふざけてる奴が出てきたとしか思えず、L のみならず警察も殺されることでしょう。つまり、見た目は重要ということです。二つ目、早く何とかしようとしていたらどうなっていたか。ライト君は暴走する第二のキラをコントロールするため、何とか L の検閲をかいくぐって第二のキラだけに伝わるメッセージを送る策を考え、あれこれ悩んだ結果、ニュースに生出演しているキャスターを、デスノートで操るという策を思いつきました。思いついたタイミングで第二のキラが動いたという報告を受けたので、結局実行することはありませんでしたし。まだ思いついただけだったので、第二のキラが動かなかったとしても実行してたかどうかはわかりませんが、もし実行したらどうなっていただろうか、考えていきたいと思います。まず、L は突然第二のキラへのメッセージを言い出したキャスターを変に思い、キラに操られたと推測することでしょう。そして、デスノートで操れるのは原則的に最大23日間なので、キャスターは近い将来必ず死ぬということになり、死亡した時、L はなぜキラが第二のキラのように桜テレビにメッセージを送らず、無関係な人を殺したのかについて疑問を抱くはずです。となると、L がテレビ局へ送られるものを検閲していて、L の得にならないと放送されないのを知っているから、持ち込まなかったかもしれないという推理ができ、共にキラ捜査をしていて、L が検閲していることを知っているライト君が、より疑われる形になっていたかもしれません。これを避けるために、放送されないのを承知でビデオテープを送り、放送日に放送されなかったことを確認した後、キャスターを使う手もありましたが、これは L がこうなったら面白いと思い描いていたシナリオそのもので、ライト君が物的証拠を取られてしまう危険性があり、いずれにしてもリスクの高い行動だったと言え、早く何とかしようとする前に、第二のキラがメッセージを送ってくれたのは、帰ってよかったかもしれませんね。ということで今回はここまでとなります。もし、あなたが誰かに対し、ダメだこいつ、早く何とかしないとと思った場合、そのダメな奴を何とかするのは簡単ではないという教訓になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。次も絶対見てくれよな。